アンフレ、ミューロー110アンフレ、ミューロー1131931年。アンフレ、ミューロー110シリーズは1930年代のフランスの偵察機である。パラソル翼を持つ総金属製の単葉機で操縦し、観測士は前後に配置された開放式のコックピットに登場する形式であった。夜間戦闘機に改造されたものや軽爆撃機を兼ねる使用のものもあった。 各型合計300機弱が生産され、第二次世界大戦に参加した。フランス空軍のプレゲ19の更新のために、開発され、2機の試作機110と111が製作され、1931年に初飛行した。空軍で評価され量産が決定された。1933年に、量産型113が49機納入された。 1935年に115が製造され、その後117も製作されたが、この領主は軽爆撃機としての能力を有していた。フランス空軍の偵察航空隊、ついで観測航空隊に113が配備されて、ポテ25を更新し、ポテ25は予備機となった。その後、117や115も配備された。 1934年から翌年にかけて、113のうち40機が夜間戦闘機仕様に改造され、ブレゲー19を使用していた2つの夜間戦闘機部隊に配属された。第二次世界大戦開始時にそれぞれ9つの偵察機部隊に115と117が配属された。1940年4月までに作戦中に11機が失われた。 5月の電撃戦開始時に存在した228機は、急戦時には62機を残すだけになった。何機かが、北アフリカに逃れた。アンフレ、ミュロン115出展、テイラー、マイケル JH、ジェーンズ・エンサイクロペディア・オブ・アビエーション、ロンドン、スタジオ・エディションズ、ありがとうございます。